皆さんこんにちは、助産師のシオリーヌです。性の話をもっと気軽にオープンにっていうテーマでいつも動画をお届けしているんですが、この度私初めての書籍を出版することになりました。そしてその書籍を全国に届けるためのクラウドファンディングを開始しました。ということで今回の動画は皆さんへのご報告動画となっております。この動画ではその書籍がどんな本で、私がどんな思いを込めて作らせていただいた本なのか、そしてクラウドファンディングではどんなことを目指してプロジェクトをやらせてもらうのか、そしてどんなリターンを用意しているのかということについていろいろお話をさせていただきたいと思います。ちょっと長くなるかもしれないんですが、とってもとっても思いを込めて作った書籍なので、ぜひ最後までお話を聞いていただけると嬉しいです。ということで早速書籍の中身についてなんですけれども、まず本のタイトルですが、本のタイトルはチョイス、自分で選び取るための性の知識という本になっております。まあ、なんでこういうタイトルにしたかというとですね、私にとって性の知識というのは自分の人生を自分の意思で選び取っていくために欠かせない知識だと思っています。なのでこの本を読んでいただいた皆さんにですね、自分にはどんな選択肢があるのかということをよく知ってもらって、自分の意思で選び取っていくということをしてほしいなという思いを込めてチョイスという名前を付けさせていただきました。でどんな本なのかと言いますと、まあ、主に中高生や若い世代の方に読んでいただきたいなと思って作った本で、内容としてはこれ一冊読んでいただければ大事な性の話は一通り分かっていただけると思いますという感じの本になっております。まあ、性教育っていうと妊娠とか出産とか避妊とかそういう話が主というふうに思われがちなんですけれども、実はそれ以外にも大事なお話ってたくさんあって、例えば性感染症のことだったりとか、産婦人科とか泌尿器科ってどんな場所なのっていう話だったり、あとはパートナーシップについてだったりとか、ジェンダーやセクシャリティに関するお話なんかもあったりして、かなり幅広いトピックスが性教育の中にはあるんですね。この本の中ではこういう幅広いトピックスをドドンと全部詰め込んでみました。なのでとりあえず性教育について一通り学びたいなと思った時にこれ一冊読んでいただければざっと知識をさらっていただけるような中身にできたんじゃないかと思っております。そしてもう一つのこの本の特徴としてはですね、若い世代の皆さんを子供扱いすることは絶対にしないと心に誓って作った本です。これまで私が学校なんかで講演をさせていただいたりする中でもですね、中にはあんまり具体的なことは言わないでくださいってことだったりとか、ちょっとオブラートに包んだような表現で伝えてほしいなんていうことを依頼されるようなケースって私も何度かあったんですけれども、でもこのチャンネルを普段見てくださってる方はよく分かっていただけるかと思うんですが、私は具体的にすぐに実践できるための性の知識をお伝えする、本当のことをきちんとお伝えするということをいつも大事にして活動をしてきました。なのでこの本でもなんかこうふんわりしたイラストとかね、オブラートに包んだ表現とか、こうぼんやりした感じで性の話を伝えるのは絶対にやめようというふうに思っております。この書籍の中では本当に必要な知識を具体的にきちんとお伝えするということをとっても大事にして書きました。そして中高生向けというふうには言ったんですけれども、実は大人の方にもぜひ手に取って読んでいただきたいと思っております。なんて言ったって大人の世代はですね、学校とかでは今まで以上に具体的な性教育というのをきちんと受けていなかったりしますので、大人の世代の方もぜひ読んでいただけたら、あ、この年代になっても全然知らなかったわっていうことたくさんあるんじゃないかなというふうに思いますし、例えば学校の先生だったりとか保護者の方だったりとか子供さんに接するような大人の方はですね、性の話きちんと伝えなきゃなっていうふうに思ってるんだけど、どんな言葉で伝えたらいいかわからない、どんな話をしなきゃいけないのかわからないっていう方もたくさんいらっしゃるかと思うので、そんな方にもぜひこの本も読んでいただいて、性教育ってあ、こういうことを伝えたらいいんだなというふうにも学んでいただきたいなと思いますし、例えばご自分のお子さんとかに性の話をする勇気がどうしても出ないという時は、とりあえずこの書籍を一冊プレゼントしてあげるだけでもいいかなというふうに思いますので、ぜひそんな風に活用していただけたら嬉しいなというふうに思っております。でこの書籍、私本当にたくさんの皆さんの手に渡るといいな、皆さんの元に届いてほしいなというふうに思っておりまして、これを全国の皆さんの元に届けるために
クラウドファンディングを開始しました。まあ、クラウドファンディングって何かって言ったら、私の思いに共感してくれた方にお金をご支援いただいて、そのご支援いただいたお金を使わせてもらって、この本を皆さんの元に届けようという活動をするためのプロジェクトっていうことなんですけれども、このクラウドファンディング、リターンを4パターンぐらい用意させていただきましたので、一つ一つ説明をさせてください。まず一つ目、しおりーぬのサイン本ゲットできるコースですね。これはですね、もう書籍の本体価格にプラス送料ぐらいだけご負担をいただけたらですね、私の直筆サインが入った本がお手元に届きますというコースになっております。まあね、サインとか別にいらないわっていう方はあれなんですけど、まあ、ネット通販とかで予約をいただく場合にはサインとかはもちろんつきませんので、まあ、送料のご負担だけでサイン本がもらえるというところで、ちょっと嬉しいと思っていただける方がいると私も嬉しいなっていう感じで考えたコースです。まあ、サイン本だけというリターンもありますし、実はいくつかクラウドファンディングのリターン限定のオリジナルグッズが付属したコースというのもあります。まず一つ目が、その名もしおりーぬというグッズなんですけれども、これは私がいつか自分が本を出すことがあったら、せっかくしおりって名前なんだから、もうしおりーぬというしおりのグッズを絶対に作んなきゃいけないって、なんか勝手に使命感で思ってまして、今回念願のしおりーぬを作りました。なのでリターンでもサイン本一冊プラスオリジナルしおりのしおりーぬがセットになったコースっていうのが一つと、もう一つのオリジナルグッズがこちらの生理用ポーチですね。生理用品持ち歩くときにポーチ使われてる方多いかなというふうに思いましたので、生理用品を収納する用のポーチを作ってみました。このポーチももちろんこのクラウドファンディングオリジナルデザインになってますので、この機会にぜひゲットしてください。そしてそんなポーチが付くコースと、最後にもう一つオリジナルのコンドームケースが付くコースというのもあります。このコンドームケースももちろんこのクラウドファンディング用にオリジナルのイラストをつけて作成しております。こう丸型のカンカンにオリジナルのイラストが描かれているようなものになっておりまして、これもサイン本印刷とコンドームケースということで選んでいただけるリターンになっております。こういったサイン本プラスオリジナルグッズのコースが一つと、次が足長しおりーぬプロジェクトというものへの支援というのができます。これ何かって言いますと、まあ、この本本当にたくさんの子供たち、若い世代の方に届いてほしいというふうに思っておりまして、この足長プロジェクトに支援していただいた支援金をもとに私の書籍を購入しまして、寄贈をさせていただこうと思ってるんですね。で、じゃあどこに寄贈するのって言ったら、実はその寄贈を希望する団体の皆さんとか学校の皆さんっていうのを募集させていただきたいなと思っておりまして、まあ、詳しくは今日の概要欄にクラウドファンディングのページを貼ってあるので、そちらを見ていただけるといいんですけど、クラウドファンディングのページから応募フォームがありますので、そこの応募フォームにうちの施設とか学校とか団体ぜひ寄贈してくださいというふうに申し込みをしてくれた皆さんのもとに、足長しおりーぬプロジェクトを支援してくださった支援者の方からのお金を使わせていただいて寄贈をしようというプロジェクトになっております。で、こちらのプロジェクト、寄贈にご応募いただけるのはですね、学校だったりとか、あとは児童養護施設とか、まあ、子供さんがいらっしゃるような入院病棟とか、そういった施設とかですね、まあ、あとは子供食堂だったりとか、まあ、そういった子供さんをサポートするような活動をしている団体の方なんかでも大丈夫なので、若い世代の方に本を届けることができるぞという団体の方はですね、ぜひご応募いただけたら嬉しいなと思っております。そしてこの足長しおりーぬプロジェクト、5万円以上支援していただいた方には、その支援者の方にもサイン本を一冊プレゼントしたいなと思っておりますので、ぜひご検討のほどよろしくお願いします。そして3つ目のコースとしては、イベント開催コースですね。まあ、ご自分で性教育に関するイベントなんかを主催したいなと思っている方向けのリターンにはなってくるんですが、私がオンラインでイベントに登壇させてもらったり、オフラインで現地に伺って出張講座をさせていただいたりというようなリターンもご用意しております。参加者の皆さんにお配りする用の書籍もセットにさせていただいておりますので、イベントにしおりーぬ呼びたいななんていうふうに思っててくれた方は、ぜひこちらのリターンを使ってください。そして
最後、しおりーぬに会えるオフ会参加券ということで、今年2020年の12月19日にですね、東京都内のまあ、どこかの場所で、まだ決まってないですけど、私が実際に皆さんとお会いしてお話をするというオフ会をやろうと思っております。まあ、このご時世なのであんまり大人数で集まっていただいてというわけではなくて、まあ、1対1でしっかりお話しする時間を作りましょうという感じのオフ会になるかとは思うんですが、そのオフ会に参加する権利というのも20名様限定でリターンに出させていただいております。そしてそちらにももちろんサイン本1冊付けさせていただけたらと思っておりますので、そちらのリターンもぜひ選んでいただけたら嬉しいです。ということで長くなったんですけれども、こちらのクラウドファンディングでですね、ぜひ多くの皆さんにご支援いただいて、多くの人のもとにこの書籍を届けたいというふうに思っておりますので、ぜひご支援のほどよろしくお願いいたします。なんか出版社の方曰くですね、このクラウドファンディング目標額を達成したらご褒美として私の本の広告をなんかちょっといいところに出していただけるなんていう話もあったりするので、ぜひそんなものも楽しみにしていていただけたら嬉しいなというふうに思っております。ちなみに書籍の発売開始日はですね、2020年の12月8日になっておりますので、ぜひ皆さん今から楽しみにしておいてください。ということで、まあ長くなってきたんですけれども、今回は書籍発売のご報告動画ということでお話をさせていただきました。実はですね、私 YouTube を始める何年も前から30歳までに本を出すというのを自分の目標みたいにずっと言ってきたんですね。で、今回こうやって、まあ、12月の8日、私誕生日12月なので、29歳の誕生日を目前にして、初めての出版をすることができるということになりまして、本当に嬉しく思っております。なんかね、本当に夢が叶ったっていう感じで思っております。そして私がこの本の内容についても本当に作りたい本だったんですね。もうとりあえずこれ一冊読んだ大丈夫だよってお守り代わりにしてもらえるような一冊っていうのをどうしても作りたいっていうのは長年言っていたことだったので、こうして形にできて本当に嬉しく思っています。実はこの書籍のプロジェクト紆余曲折あって、少し前に私のツイッターなんかを見てくれている方はご存知かもしれないんですけど、まあ、この書籍原稿がね全て出来上がった状態で、まあ、ある出版社さんでね出版をするという話を進めていたんだけれども、まあ、その中のこう偉い方からですね、まあ、やっぱり性教育って言われがちですけど、まあ、あんまり具体的なことを若い方向けに発信するというのはどうなんだろうというふうに言われてしまって、その企画が白紙になったということがあったんですね。もうその原稿は全て出来上がっているような状態だったのに出版ができないという状況に一度なってしまったこともあったんですけれども、まあ、そんなことをツイッターでつぶやいたりしたところですね、たくさんの出版社さんからお声掛けをいただいて、で今回お願いすることになったこのイーストプレスさんという出版社から無事に出すことができるようになったんですね。で、実際そうやって多くの出版社の方が声を上げてくださったのも、その私の出版のプロジェクトが白紙になったというツイートに対して、本当に必要な本だと思うから絶対どっかの出版社さん出してくださいとかね、もうその本が出たら絶対買うからっていう風に声を上げてくださった方がいっぱいいらっしゃったので、そういう皆さんのおかげもあって今回こうやって無事に出版できることになったと思いますので、皆さん本当にたくさんの応援をいつもありがとうございます。たくさんの皆さんにいっぱいね普段から応援していただいてる以上、その思いに応えられるように私も誠実にこの本をたくさんの人に届けられるように本当に頑張りたいなと思っておりますし、読んでいただいた暁には本当に皆さんの生活を支えるための役に立つ一冊になったんじゃないかという自信がありますので、ぜひ多くの皆さんに手に取っていただけたら嬉しいです。改めて今回の概要欄の方にクラウドファンディングへのリンクを貼らせていただきました。そのクラウドファンディングのページでも私が本に込めた思いだったりとかたくさん書かせていただいたので、ぜひそちらも読んでいただいてご支援ご協力いただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今回は私が初めて書籍を出版することになりましたというご報告とクラウドファンディングのお知らせをさせていただきました。最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画良かったぞという方はぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。